Sorry. はい、オッケーオッケー。あー、ミスったミスったミスった。この緑色開いちゃった。危ない危ない。シャリか。どうする？歌ある？渋滞は声聞こえへんな。オッケーオッケー。一応さ、二人とも一回ミュート入れといてや。入れた入れた。え、どういうこと？入れた入れた。あんま、あの、ミュート入れへんかったら、なんか最近不安定なんよ。あんまり、うん。待って、わかんないわかんない。その、新しい追加書のミュート入れろって、ミュート入れ、どういうこと？わかんない。ちょっと待って、助けて。いや、ラグって、ラグったりすると、あかんから、ミュートってあの、声消すボタンあるやん。うん。そこを一回ちょっと5秒ぐらい押しといて。5秒押したら外し？いいよ。うん、いいよいいよ。あ、了解。よし。ネタある。聞こえる？これ大丈夫なの？これは。うん。で、一応さ、ルール的なものは決めずに行くけど、あまりにもぐだってたりとか、まあ、ループしとったら、その時は止めるわ。で、まあ、アンケートでいい。うん、そうなる、多分ね、多分そうなると思うよ。うん、まあ、じゃあ、まあ、どうぞ。じゃあ、お二人さん、よろしく。いや、ネタあるの？あ、ちょっと待って、まず声ちっちゃいから、ちょっと原曲吐き吐きと。あ、いや、今あんま声出せないけどって言ったけんな。え？あれ聞こえない？何？いや、あんま声出せないけどって今言ったけどな。あ、そう、あんま声出せない。聞こえてない？そんな俺声聞こえてない？結構出してるよ、でもこれでも。てか、ハウってるし。それは知らん。ハウってるんだな。いや、ハウってるよ、お前。あ、俺ハウってんの？聞こえるよね。俺の声聞こえる。PC 環境からやってんのにハウってんの？結構ハウってる。それはお前の携帯のせいじゃないの。いや、俺イヤホンちゃんとしてるし、あの、いやスマホでイヤホンしててハウることってある？いや、単純にあのコラボとしてさ、 PC とスマホとコラボするとハウるって言うじゃん。じゃあそれかもしんないじゃん。あ、じゃあそのスマホを限定した理由って何なの？スマホのバグ起きる可能性が高いからね。なんで？バグじゃねえわ。ハウった方が。正論証してほしいんだけど。すげえ俺がハウってくんだけど。いや、なんでスマホのがバグりやすいん？なんでかわかる。iOS って OS 内が不安定だからだよ。いや、待て待て。そもそもそれ。あ、まぁ、あ、iOS、Android でもいいけど、まぁ、あ、どっちでもいいけど、そのスマホ的な媒体、スペックにもよるんだけど、まぁ、あ、ラグだだったりとか、いろんな可能性において、そのラグ、まあラグとかハウリだったりとか、そういうのって結構スペックに作用されるもの。そこわかるでしょ。いや、まあマイクのも、それはもう使用上仕方ないんだよ、それって。だからスマホの方がバグりやすいって言ってるんだけど。まあマイクの問題もあるかもしれないから、それどちらとも言えないけどな。まあ可能性の話はな、妥当性の話すると一回でも出てくるかな。だからスマホのだからお前がスマホの方がなんでそうやって言い切れんのって言ったから、言い切れるってお前の高いって言えんのって言ったから、それの根拠述べたんだ。マイクの問題うんぬんなの？それパソコンもスマホも言い分だろ。それ当たり前の問題じゃん、バーガー。うん、ああ、じゃあ次ちげえの。いや、否定はしてないけどな。じゃあ黙っといてくんね。いきなりマイクの話してもさ、いや、だからそれを踏まえた上で当たり前じゃないよ。マイクダウンのはイヤホンマイクだろって何だろうってさ。だからその可能性が高いっていう理由をただ聞いただけやがね。だから聞いたんだったらそれでいいじゃん。まあ、ぐちぐち言ってくんね、マイク。だから次行こうって今言ったよな。だからその前に、前次行こうって前にそれ言ったら、まあいいや、じゃない。どうすんの？別に何でもいいよ俺。お前がなんか、お前がなんつうの、多分弱いだろうから。いいよ、お前にアドバンテージをあげるためにお前にネタをやるよ。いや、悪いんだけど俺はあのカウンタータイプだからネタを振られる方が得意。カウンタータイプってなんだよ。まずじゃあ聞こうか、そこを。カウンタータイプだから相手が先に言ったことを上げ足を取るように返す、それカウンターって俺は称してるね。あ、そういうスタンスなの。言ったら、ちょっと自分からはちょっといけないスタンスなのね。ちょっと相手が来てもらってからじゃないと、ちょっと、
いや、いけないっていうわけでもないけど、得意っていうのはそういうことだよ。あ、そっちの方が得意なのね。うん。カウンターパンチがあるの。分かったじゃん。俺、クロスカウンター喧嘩の人だからさ。分かった。頑張るよ、そこは。ああ、お互いカウンターってことね。あ、うん。え、喋んないよ、あんまそんな。余計なこと。クロスカウンターってカウンターでしょ。ああ、なんか余計なこと喋んね。だからネタ振ってやろうと思ったんだよなさ。じゃ頼むわ。これね、お前どっちがいいの？ネタっていきなり俺がバーって言った方がいいのか、それともなんか論題を取った方がいいの？今言おうとしたんじゃないの？いや、思ったんだけど、いや、冷静に考えたらお前がどっちのスタンスなのかと思って。その議論を立ててから組み立った方がいいのか、それともお前自身に何かしらやっかみを入れた方がいいのかっていう、どっちの方が好きなんだろうって思ったから。聞こえにくい。議論の後が聞こえにくかった。だから、議論云々の話を議題を立って作った方がいいのか、それか、まあ、普通に俺がお前にやっかみを入れて、そっから勝手に発展していくのか、どっちだろうと思ったからって話で。ああ、どっちがいいのかな。そのバリバリ増言系。いや、まあ、バリ増言でもいいけど、なんでもいいけど、その俺からやっかみを入れていくのか、議題を出してほしい。議題を、あ、了解。じゃあ、一番最初に議題を出したりしたら、その議題にします。どうぞ。向けて。別にお前には聞かなくていい話だから、別にいいよ。今議題言った？いやだからお前と俺どっちか決めちゃったらそれの経験値あるからフェアじゃねえから、リスナーに今、うん、その論題を決めてもらってる最中な、何でもいいよリスナー。お前生きるし、まあ、自殺がありかなしか言わないから。お前今さっきさ、お前待て待て、お前今さっきさ、俺の方が弱そうだからお前が有利になるようにしてやるわ的なこと言ってなかった？うん。その話じゃなくなったの？いやだからそれで俺が勝手に議題、じゃあお前議題がいいの、やっかみ系がいいのって言ったら議題がいいってじゃん。で、別に俺はじゃあ議題にするねって話で、別に俺が議題を切り札とさ、俺の今の経験則だったりとかいろんなものが入っちゃうわけ。だったらリスナーに決めてもらえばいいんじゃないのって話。別にお前が出したいんだったら私も言う。いやだから俺から出すのは苦手って言ってやるから。だからお前から出すのは苦手なんでしょ。あ、じゃあ結果的にリスナーに決めてもらうってことね。いいよ。こいつだ、俺言ってんじゃん、もう余計なことばっかペラペラペラと喋ってさ。ってんな。仕事は技量か人間関係か。え、どういうこと？仕事は技量か人間関係か。技術力かその友好関係ってことでしょ。どういうこと？何が大事かってこと。そう。その仕事は人間関係が大事か、それとも技量が大事かって。俺はコメント言ったんだけど、ネタがないからネタがあれば喧嘩するって言ったからね。で、なんかいきなりこの幽体って人が、ルキア喧嘩するぞとか言って、話進んできたから俺は上がってきたけど。いや、じゃあ、お前が、ね、議題決めていいよ。で、別にお前がどっち選ぶとか、俺が、話聞いてる。苦手そうじゃない。違う。別に議題を出すことに関しては苦手もクソもないじゃん。え、だから出すことが苦手じゃん。出すことが苦手ってどういうこと？それ喧嘩とカウンターうんぬん関係ないよ。いや、あるでしょ。どこがあるの？言ってみ。自分が先に出すこと。ん？議題を出せって言ってんだよ。例えば、議題を出したところで俺から話しないことができんじゃん。例えば、自殺がありかなしかって話だとして、じゃあ、まあ、君が最初にじゃあ自殺はなしですって言ってんじゃん。じゃあ、俺が自殺ありはんなります。じゃあ、ありの。喋んの早くて聞こえにくい。ごめんね。例えば、なんかね、自殺するのはありかなしかっていう論題を君が出すとして、じゃあ君は内派に回ります。で、俺はアル派に回ります。ね、で、それで俺が、まあ、アリ派としていろいろ証言を先にしてくださいっていうんだったら、別にそれ、別にお前そっからカウンター始まるんだから、別に議題を出すことは、別にカウンター喧嘩としては関係なくない。議題を出すことも苦手だよ俺、悪いけど。だから俺のやり方、さっきも説明したようにさ、じゃあ例えばお前が議題を出したら、はい、そうやな、俺はそもそも、そのなんて言うんだろう、ボキャブラリーなんて言うんだろう、その引き出しが少ないから、だからそもそも俺、その議題自体、そのなんだろう、論題自体を提示するのが苦手なんだよ。だから相手にまず先に、お前5個も足りなければさ、お前脳内キャパ少ないってさ、お前大丈夫か。ボキャブラリーってか、よく言う声が高いと思うけどな。
お前、語彙力なかったからさっき詰まってたんだよ。語彙力っていうか、だから、そもそもだから、論題って言ったやん。ボキャブラリーってか、論題って言ったやん。だボキャブラリーがなんでなくて語彙力あんだよ。おかしいだろ、お前。ボキャブラリーがあって語彙力あんだよ。違う。ボキャブラリーってか、まだで、ボキャブラリーってか、ね、論題の引き出しって言い換えてるけどな。なんでお前語彙力があってお前論題の引き出しが少ねえんだよ。謎だろうが、お前の脳内どうなってんだよ。なんで語彙力、俺語彙力はありません、ね、でも論題を出すのは無理ですよ。語彙力と論題を出す引き出しの量ってさ、比例するの？比例ってかさ、語彙力はあるんでしょ。比例するの？じゃ語彙力はあるんでしょ。してるんだけど、あるよ。比例するね。なんで、まあ、あると思ってるんだ。語彙力ってさ、例えばさ、どういう意味かってまず分かってるし、うん、そこをお前に問うわ。語彙力っていうのは、言語の知識量みたいな。まあ、いいけど、まあ、それでもいいよ、それでもいいけどさ、なんでそれがいっぱいあってさ、お前はそれでさ、その論題っていうのを出さないわけ？論題っていうのは、例えば漢字とか、そういうものの論題っていうのは、なんて言うんだろう、例えばこの漢字、例えば俺がね、言うっていうのを理解したとしてもね、言うだけでは、言う単体の体現だけでは論題 できないじゃん。論題としては文としてなっていないから。じゃあなんで先生、なんで語彙力があるって言ってる人間が、うん、そんなに、なんか脳内キャパが少ないの？じゃあお前は脳内キャパが少ないけど語彙力はあるって言ったわけ？そう。脳内キャパがないのに語彙力があるってのがまた分かんないんだけど。どういうこと？もう一回言って。なんで脳内のキャパシティがないのに語彙力があんの、お前は？脳内キャパって意味っていうのは容量でしょ。なんでそんだけ容量があって、容量がないっていうのは全てがないってことなの？いや、全てがないとは言わないけどさ、なんで脳内のキャパシティがあってさ、お前はなぜそこまでその、語彙力と分野が分かれてるから。キャパシティがないのに、語彙力がないの。だから語彙力とその論題の提示に関しては分野が分かれているから。じゃあお前脳内キャパシティないんでしょ？ないっていうのは完全にではないじゃん。俺はないっていうのは論題の部分に対してないんでしょ？俺語彙力あるって最初に否定すると思うよ。語彙力と脳内のキャパシティってすげえ比例すると思うよ。なんで？なんでって、まあわりかしそのままだけどさ、キャパシティって言葉とさ、脳内って言葉調べたら本は出てくるんだけどさ、まあそれを知らないしね、語彙力なんてね。いや、なんでっていうのはどうしてそういう経緯になったかっていう道理を聞いてるんだよ。だから言ったじゃん。キャパシティって言葉と脳内って言葉をお前考え、まあその調べてみればいいじゃん。そしたら秒でわかるよって話で、容量でしょ、別に。まあキャパシティ、まあ、じゃあ取り込む能力的ちなものなんだよ。まあ、ビスラーなんつうの。いや、俺は最初に。キャパシティだけの意味を言うと、別に言葉だけじゃないけど、まあ、いろんなスポーツもあるんですが、そのことを取り込むって能力ね。で、脳内キャパシティ、じゃ脳内のキャパシティが少ない。だその取り込むってことを少ないってことは、なんでお前語彙力取り込んでるの？なんで語彙があるの？語彙力って語彙の。語彙があるから語彙力って言うんじゃん。まあ、だって、だから語彙力。なんでお前脳内キャパシティがなくて語彙力が増えてるのか分かってるのは分かれてるから。分野って分かれてると、語彙力があるイコール脳内キャパシティがあるに直結するなんだよ。え、またで、それっていうのはさ、そもそもその部分の話は配中率なわけでさ、その多いか多くないかっていう、あるかないかの話っていうとさ、そもそも基準が違うと思うんだけど、俺は語彙力だけでは少ないと思っている、低いと思っている。でもお前は語彙力を多く蓄えているということは多いと思っている。その部分で相違が生まれてると思うんやけどな。はい。じゃあお前語彙力、まあちょっとじゃあ次要約するとお前語彙力はあるでしょ。語彙力はある、あると思ってるでしょ。でも脳内キャパシティがないと思ってるでしょ。うん、じゃあ例えばね、簡単なこと言うと、いや、ないと思ってるんでしょ。ないっていうか低いと思ってるね。まあ低いと思ってるでしょ。なんでお前それで語彙力があるって言えんの？普通言えなくない？脳内キャパシティがない、脳内のキャパがないやつだから語彙があると、語彙力があると言えないよ。じゃあ例えばさ、例え話いらないからやめて。え、じゃあグラフってあるじゃん。いや、グラフってあるじゃん。グラフってあるじゃん。例え話やめて。円グラフってあるやん。なんか円って丸いグラフ。逆転してんのお前。
なんで説明の自由でしょ、発言の自由を確保させてよ。やめてくんね、いや俺が不快だからやめてるんですけど、そりゃそうじゃん、例えばさ、お前どう発言するかしら、俺が不快だからやめてるね、例えばさ、うん、詰められるのが怖いの、詰められるのが怖いの、じゃあ何を別に俺例え話いらないから、そんななんか分かりやすくするし、なんでよ、別に直結の話じゃん、なんだから俺例えを出して説明したいんだよ、説明しやすいから。そうじゃなきゃ説明できないの、あ説明し、うん、そうそう、あーよく分かります、例えばさ、語彙力があるのに、うん、語彙力があるのに、うん、そう説明しやすいからね説明だ、お前は語彙力があるのに、そのが説明しやすい、はい、円グラフっていうのが丸いグラフってあるやんけはいはい、あれっていうのはさ、あの例えばじゃあその他と、その他とか、あと、まあ、それ何分で終わる、教えて、まあ、そこだけ教えて、何分で終わる、わかんないわかんない、じゃあごめん、じゃあ2分だもんね、2分でまとめてください、はいどうぞ、無理です。じゃあ、じゃあ例えばね、じゃあコーラね、コーラだとしたら、じゃあコーラをその円グラフで表すとしたら、コーラの糖分とあと水分とでやっていくとさ、いろいろ分割されるわけじゃん。であくまで俺があのその高いって言ってるのは語彙力が高い、まああるって言ってるだけであって、その他の部分は高いとは一言も言っていない。だからこうやってグラフにしてみると、語彙力っていう部分は俺は小さいと思っている。だからね、この脳内キャバが容量がね低いって言ってるのは、語彙力だけ高いけどそれ以外は低いから、別に高いってことにはなんないんだよ、全体的に見てっていう話ね。終わりですかパイセン。あ、終わりっす。次はパイセン終わりですか。終わりっすね。とりあえず今からこいつをマスターボールにねじ込んでやるから待ってろ。早く返せよ。まず語彙力がないっていうのがまずおかしいわけ。語彙っていうのは、まあ、いろんな単語を知っているって、まあなんつうの、まあ、語彙力がない、そういうことでしょ、そういうことだよ。語彙力があるって言ってるよ俺。ないってどういうこと？知ってる。だから語彙力があるってことは、そのある程度いろんな言葉を知っていますってことだけじゃん。まあ、すごい簡単に言っちゃうけどね。それで合ってる、お前の認識は。まあそこに大丈夫？そうそうです。明確な政治はないけど。そう、いろんな言葉は知っているけど、うん、頭の容量がないっていうのがわけわかんない。なんで頭の容量がない？語彙力が頭の容量すべてを制してるわけじゃないから、すべてを制してるわけじゃないけど、なんで脳内のキャパがなくてさ、まあ、言葉がわかんの、ね、謎なんだけど、だからまあ低くてさ、なんでわかんのお前、なんでわかるの。だから全体を占めてるわけではないから、俺語彙力という部分を少ないなグラフで表したら、ほんの少しでしか見ていないから、その他の部分が多い。例えばじゃあ政治経済だったり、そこが不得意なんだよ。だからその部分が低すぎて、はい、だから脳内キャパが低いって言うんだよ。だからじゃあお前の中のキャパシティが、じゃあお前の中のキャパシティで100ってものがあるんですよ。 100% のキャパシティがある。その中の 99% は語彙に使われてる。その他はないってこと？ん？語彙力の部分はほんと俺 10% ぐらいだと思ってるよ。いやお前そこ 99% ってなきゃダメじゃない？だってお前の脳内の容量、はい、お前の引き出しってものが多くなきゃ、たくさんの語彙は詰め込めないんだよ。ってことは、なんでお前はキャパシティが少ないのに語彙が増えんの？ない引き出しには物はいらんないよ。ない引き出しには物はいらんないよ。おかしいな、おかしいな。待て。言葉の意味を知っているからといって、別に政治経済に詳しくなるっていうわけではないぞ。はい？言葉の意味を知っているからといって、じゃあ社会の状況などを理解しているっていうことにはならないからね。だから別にそんなこと誰も言ってないぞ、お前。勝手にしてるって喋りやすいね。だからそしたら誰も政治運動の話だから。あ、じゃあそれは俺の言ってること肯定すんの？違うところ、別にそういうの肯定すんの？別にお前のその話は俺何も言ってないもん。お前が自分から出してきた。いや、そこ肯定するのって聞いてんだけど。肯定もクソも、まあ、普通にじゃあ肯定って言うとくよ、じゃあ。ってことはじゃあ俺、そこの語彙力と、その知識、うん、その、なんて言うんだろう、語彙力と今の状況、今の例えばじゃあ韓国の状況とかね、そういう状況は俺別、うん、度外視で分けてるわけさ。うん、だから語彙力っていうのはほんの一部で、本当言うと例えばじゃあコーラの成分は何々とか、そっちのそういう系の知識の方が俺は大きいと思っていて、全然その知識がないからそっちが大半を占めているって話よ。だから脳内キャパがね低い、まあ少ないみたいな表現をしたわけさ。
全然わかんねえんだけど、うん、語彙力あるんだったらもっとわかりやすく説明してくんねえかな。わかんないこれ、めっちゃ簡単に説明してる。単純に俺がついてんのは、うん、いや単純についてんのは、うん、なんで語彙力があって脳内キャパシティがないの、脳内のキャパシティがあるから語彙力ってものが出るんでしょって話をしてるわけ。低いってことだよ。だから低いんでしょ。だから低い、なんで脳内キャパシティが低いのに語彙力が高くなってしまうのって話。だからそれっていうのは俺の表現法だよ。さっきも説明した通り、語彙力っていう部分はあくまで一部で、その一部、語彙力という部分はマジで 10% ぐらいで少ないの。 100% で比べたら。じゃあなんで語彙力高いの、なんで語彙力高いの、なんでっていうの、どういうこと。脳内キャパシティの 10% が語彙力なんでしょ。そうそうそう。で、お前はその脳内キャパシティは狭まって狭いって言ってるんでしょ。うんうんうん。じゃあ脳内のキャパシティが狭い中の 10% の語彙力ってそれ高いって言えんの。言える。なんで、なんで一番俺だから脳内キャパの、じゃあそうやな、じゃあその全ての容量がね、じゃあさマックスで、じゃあそうやな、じゃあ 25% ぐらいだとすると、その 10% を占めている、 10% じゃねえよ、その半分ぐらいを占めているのが語彙力なんだよ。だから脳内キャパシティの 10% が語彙力じゃないの、100で考えて。違う、100で考えたらそうだけど、でもあの、じゃあ 25% ぐらいで表すと、まあそうやな、まあ 10% ぐらいかな。それ100で考えたら 60% ぐらいになっちゃうけど、なんでそれを 10% だの、なんで 25% で考えるとさ 10% で考えるとさ、その分まだで 100% っていうのはあくまで、あのその、なんて言うんだろう、知識がある状態での説明だよ。で、この 25% っていうのはだいたいこれぐらいしか知識がないからそれぐらいかなっていう話を、 100% をマックスの知識だとするとね。違う違う違う。だから、脳内のキャパシティがないのに語彙力があるって言葉が矛盾してるよね。まあ、低い、まあ、低いのに脳内キャパシティが低いのに語彙力があるっていうのが矛盾してるよねっていうのが俺の意見。なぜかって言ったら、ない引き出しには、物は詰め込めないから。そのお前のない引き出しに、その引き出しの 10% にしか語彙ってものを使ってないんだったら、それは高いって言えるのかって言ったら、俺は高いとは言えないと思うよっていう話をしてるわけ。なんでそのお前が自分で低いって思ってるキャパシティの中の 10% にある語彙ってものが高いって言えるのかを分かりやすく説明してくれ。うん、そうやな。じゃあ例えば国語辞典に書いてあるものとか、でその語彙力っていうのは俺の中でその高いっていう基準値を決める。例え話、お前すごいさ、的確じゃないからさ、そのまま素直に答えてくんね。ああ例え話のせいですげえこっちゃになるからさ。単純に言って、うん、語彙力が高いと思っているっていう、最初に俺は思っているってつけているから、自分の中でそういう、なんて水準があるからね。まあ水準っていうか、俺は高いんだろうなって思っている、だから高いっつってる。高いと思っているから、俺は最初から言ってるけど、高いと思っているっつってるからね。でもお前の脳内キャパシティはお前のさじ加減で低い、まあ低いっていう風に言ってるじゃん。うんうんうん、全体的に見てな、お前水準で低いと思ってるものに入っているものが 10% しかないんだよ。うん、まあだからその 100% なんでそれが高いの。100% っていうのを全ての知識を含めた状態で置いてって話を。ああ、なるほどね。うん、100% っていうのを俺は全ての知識っていう部分で置いて、だから例えばじゃあ 25% っつったら 100% 分の 25% ぐらいしか俺は知識量がないよ。だからその中で語彙力が 10% を占めているよっていう話なんだよ。理解できた？ああ、お前の低いって思ってる中でもその語彙力がそう高いってことな。 10% っていう、その 10% っていうのはその、うん、他の人から見たら僕は高いと思いますっていう風な水準なわけ。他の人から見たらってどういうこと。他の人からって他の人と比べるとってこと。まあまあ思っているね、高いと。でも脳内キャパシティってさ、脳の容量だけじゃん。うん、
それを低いって思ってる時点で語彙力が高いにはならない気がするんだよね。なんで？いや、お前水準でその脳内の容量が少ないって思ってるんだよ。その少ない容量の中にある語彙っていう言葉の意味をたくさん知っている語彙力っていうものに関して多いっていうのは、それは他と比べたとしても、お前が他と比べてお前のキャパシティが少ないって言ってるんだったら、必然的にその語彙力ってものも少なくなってくるのは当たり前のことなんだけど。ん？いや、だから何度も説明してるんだけど、だから語彙力が世界の全てじゃないでしょ。その占めてる知識量の語彙力が全てじゃない。お前じゃない、語彙力って日本語でいいんだよね。じゃあ日本、お前日本語をたくさん知ってるでいい。まあ日本語っていうか言語、ね、限定していいじゃん日本語で、まあ、言語、ね、じゃあ英語でもいいよ。じゃあ言語ってものがお前あるわけじゃん、うんうんうん、そのお前が、そのお前が他の人と比べて低いって思っている脳内の容量の 10% が、うん、まあ、お前が言う語彙力5位なんでしょ。それは他の人と比べてお前自身が言ってることが矛盾してるよって話だ。なんで5位だけ特筆して、なんで5位だけ特筆して、その、うん、お前がさ、その5位だけ特筆してさ、他の人より高いって言えるのか分かんないんだよ。容量がないものをいくら高い高いって容量はねえじゃん。ん？なんで容量っていうのは語彙力だけの容量じゃないぞ。そもそもだ、容量っていうのはだ、全ての知識を含めた状態で、あくまで語彙力はその中の一部だよって話。じゃああれしょ、要するになんかその他の人はお前と同じじゃキャパを持ってて、お前と同じ脳内キャパシティを持ってる人間がいるとしたら、その人は 5% しかその語彙ってものに使っていないからってことを言いたいんじゃないの。どういうこと。そういうこと。いや、いや、あくまで俺の中で、いや、これでお前肯定しなかったらよくわかんないんだけど。いや、あくまで俺の中で語彙力を高いと思っているだけで、俺は他の人より高いっていう証明はできないよ。そもそも他の人の比率がよくわかんない。でも自分の中で高いとは思っている。なぜなら自分の知識量の中の大半を語彙力が占めているから。 10% は大半なの。ん？じゃあ 10% は全ての知識を含めた状態だよ。お前、待って、お前の脳内の中で多くを占めているから高いって思ってるわけでしょ。そうだね。別にこの、まあ、この話ってさ、別にキャ、まあ、なんつうの、キャパシティって言葉をつけなくてもいいんだけどさ、お前の脳内の中では語彙力ってものが半分を上回っている状態なわけじゃん。なんで脳内キャパシティって容量って言葉がついちゃうとまた別になってきちゃうの。どういうこと。分かりにくかった。お前の脳内には半分以上の語彙、半分以上語彙力ってのを使ってるわけでしょ。うん。なんででもそのキャパシティって言葉を使っちゃうと 10% になっちゃうの。ん？いや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 、だからそのさっきもそれ説明したんだけどさ、だから 10% っていうのは全ての知識を総合したときな。総合全ての知識っていうのは、あたで、じゃあお前が言う脳内って何なの。俺の言う、お前が言う脳内って何なの。いや、だからお前が 100% としてね、じゃあこれマックスを 100% としようって言ったときに、全ての知識、じゃあ例えば札幌ポテトとかさ、札幌ポテトは何味とかさ、そういう知識を全て総合して、違う違う違う、はい、じゃあいや、脳内キャパシティと脳内の違いを教えて。脳内、向けて向けて。脳内のキャパと脳内っていう言葉の意味の違いを教えて。脳内っていうのは脳の中で、脳内キャパっていうのは容量でしょ。うん、うん、で、なんでそれがその 10% と半分以上に変わっちゃうの。キャパシティって言葉をつけることによって。いや、変わってなくね。変わった。変えた俺。いや、脳内は、脳内では半分上回るけど、キャパス、脳内キャパシティでは 10% じゃない。そんなこと言ってないだろ俺。そんなこと言ってないだろ。それは言ってねえぞ俺。どういうことって今焦ったもん。動揺したもん今。え、これ俺が間違ってる。ちょっと待って、俺の聞き間違いでしょ。脳内と脳内キャパのちゃんと俺理解してるからね。だから容量と今脳の中身っていうのをちゃんと説明したけど、分けてないよ。お前だから脳内のキャパシティが 10% しかないんでしょ。脳内のキャパシティで語彙を使うのは 10% しかないけど、全てを総合して脳内ではお前半分上回るって言ったし。そんなこと言ってねえよ。なんだよそれ。脳内ではなんて使ってなかったよ。え、待って。それは使ってねえぞ。え、言った
でしょ今のは。僕が見直せよさすがにこれは。じゃあさ簡単に言うと、じゃあなんで俺脳内で脳内キャパの意味理解してたの。だからわけわかんなかったんだって。理解してるからこそなんでそこがその同じになってねえのっていうふうに言ってねえよ。そうなんかね、俺眠いからかな。いや、これマジで言ってんの。いや、止めてもいいけどさ、だってこの話もこの時点で食い違っちゃってるから、もう無理だよ。言った言ってない論だから別に止めてもいいよ。ちゃんと意味理解。まとめるけど、でかっ。うん。ちょ、あのさ、多分、その半分って言ってたのって、例えば 20% の場合とかっていう時に使ってたと思うにゃ。そう。だからそれは優待の聞き間違いだと思う。うん。で、ルギア君がずっと主張してたのって、俺がさっきその、書き出したけど、600ギガの容量しかない中での500ギガを語彙力が埋めてれば、俺は他人に比べれば語彙力がある方だって主張できるけども、容量が大きくても30ギガバイトしか、その語彙力の容量がなければ低いっていうことが多分ルギア君が言いたかったことやと思うねやんか。わかる？あ、俺に聞いてる？いや、じゃあ、ユータに聞いてる。いや、全然わかんない。いや、まあ、容量が100あったとしようや。一般的に。いや、ちゃうな。それがまず間違いやな。じゃあ、ユータの容量が100やねん。聞いて。例えばさ、うん。あ、まあ、その、俺の容量が、まあ、書いてあるけど、俺の容量がさ、600ギガでも語彙力が500ギガ占めてるから語彙力があるんだっていうのと、うん、例えば、まあ、俺は600ギガの容量しかないけど、語彙力が600ギガ占めてるからって言ったら、こいつ言ってるとすげえわかるんだけど。うん。いや、俺はさっき説明してたので、わかったで。ただ、ユータが理解できてないから、こういう書き方の方がわかりやすいかなと思って。いや、もっとわかりづらいわ。え、だって、優待が100の容量があったとするやんか、そのうちの1しか、その語彙力がなかったとして、ルギアは50っていう数字の容量しかないねん。で、その5を占めてるのが語彙力やから、優待と比べれば、俺は語彙力があるって誇れんねん。ああ、そういうことね。で、そう。で、その他の部分があまりにも多いから、その語彙力っていうのは、その、10% にしか満たないけどっていう話をしてたわけやろ。それを雄大が全然理解してなかったから、なんでわからんねやろうと思って。で、書き出した。まあ、俺は天才だからな。うん。まあ、寝ようかな。ただ、まあ、コメント欄でもあったように、その語彙力って何なのかとか、その容量ってどれぐらいが元となってるのかっていうのは二人で話し合って決めてた方が分かりやすかったかもしれへん。まあ語彙力っていうのはだからその言語っていう共通認識かかってるなっていうか、だそこの数やんな。どれだけあればそれが一般的なのかとか、うん、が明確じゃなかったからちょっとリスナーさんも難しかったんちゃうかな。まあ一応アンケートだけ取る。いや多分アンケート取ったら俺負けんじゃない。アンケートなんか今ただ、まあ、一応アンケートだけ取ろう。いやアンケート弱いんで、僕アンケートでこれまでクロック以外に勝ったことないから。いやじゃあ今日が2回目だよ。